道を見失った。戦争に正しい道なんて見つけるぜ、お前がな。よくやったな。ええ、よくやったでしょ。ああ。連中で最後です。それなら出発だ。これは正しい生き方を。ずっと。バカみたいに。ただマニュアル通りに生きてきただけだ。マニュアル通りに。なんで動かない。クソったれの、ただの機械のくせに。さあ起きろ、起きるんだベス、一緒に走ってくれ。ふざけるな、お前は戦うために生まれたんだろ。おいエドワーズ、お前の怒鳴り声が気に入ったのか。いいかエドワーズ、合流地点はそこの丘を越えた先だ。下の村に注意しておくんだ。よし、いいか、捕まって。さあ行くぞ。左側、奪われた戦車が村に入っていく。気をつけろ、完全にドイツ軍の前線の内側だ。何に出くわすか分からん。気がめいってきた。二人とも争ってる場合じゃないでしょう。ようやくここまで来たんだ。ベスト、ここまで来られた。我々が尽くせば必ず最後までたどり着ける。Get out!
城がある。それを過ぎた先にある街道を目指す。終結地点なのか。電柱はカンブレを奪還すべきだ。一気に振り切りましょう。そしてどうする。合流地点に連れて行くのか。ならどうするんです。今なら先手を取れる。我々がここを全力で叩けば今後の展開を変えてやることができる。わかりました。ならやりましょう。動き続けろ。電柱を混乱させ隙を作り出せ。それを地だと悟られなくするんだ。
戦車だ。攻撃しろ。いいぞ、マクバナス、やったな。少々はあっけなかった。まだ高速がやってくるはずだ。マクバナス、お前の側を見張りつつ、エドワード、よし、エドワード、中に戻れ。死んだりしないでくれよ。大丈夫だ、少々興奮しすぎただけだ。さあ行こう。砲撃だぞ。走れ走れ。
先の道は運転手歩くさ。